はい、おはものです。おはものです。ボムズ所属個人バーチャル YouTuber 地というものえです。皆さん、こんなこと言うのもあれですが、おはようございます。あの地というものえ、本日ですね、あのお昼ゲリラをやる予定でですね、目覚まし時計を、12時に設定したんですけれども、意識がですねしっかりして、じゃあ携帯開いて何時かなと思いましたら、15時半でございましたね。そっからですね、急いでですね、何しようか考えて、サムネイルを作って、あ、じゃあこのサムネこれやるんだったら、ちょっとお腹に入れないと、まじいと思って、あの、菓子パンを腹に入れ、そっから、まあ、20分くらい立たせれば運動ができるかなと思いまして、という感じで、まあ、運動にね、万全な、あの体制でやってまいりました。はい、ということでですね、リングフィットアドベンチャーですよ皆さん。あの昨年ね、流行りに流行り、あの在庫がなくなり購入ができないという、そんな状況に陥った商品でございましたけれども、いやー、ずっとやりたかったんだよ。実は俺、ね、運動嫌いじゃないので、まあ過度な運動は嫌いですけど、準備体操まだなんかリングフィットの中にあった気がしたので、という感じでやっていこうと思います。もうちゃちゃってやってこうぜ。今座ってんだけどさ、すごくない？これ座ってんのがさ、あの太ももの方でわかんの、わかるかな。今ギャンギャン足動かしてんだけどさ、このあの左にさ、青色のジョイコンのついてるやつがさ動いてるじゃん。これさ、私の太ももの動きをさ表してるわけよ。おもろない？おもろいと思ってんだけども、何気おもろいと思ってる。ガンガン動かしたんだけど今。よし、じゃあちょっとやっていこう。待って、あのね、ここ最近夜枠ばっかりで、夜ってさスーパーチャットに反応できないさ枠が多いからさ、今日はさ昼だからさ、もうバンバンに反応していこうと思って、ということで、鈴木ゲームズさん、モライジョーがニートゥーチェストすると聞いて仕事辞めて腹筋ガードしに行きました。輝いてるよ、仕上がってるよ、仕上がってるよ、じゃあすばちゃってありがとうございます。バチバチよいしょ、さっさと行こう。いっちゃ、これ押し込み続けか。くー、俺さ思ったより思ったより硬いんだね。なになに、リングコンの基本操作、表面が見えるようにリングを持ってください。うん、持った。で、あー、なるほど。決定が押し込みで、キャンセルが引っ張りね。はいはいはい、オッケー。いっちゃう。買ったこれ、まあ、とりあえず、もう普通にアドベンチャーをやっていこうと思うんだけど、ちょっと何があるのこれ。お手軽。気に入った組み合わせで、じっくり快適にフィットです。あー、なるほど。ながら。そうそう、このリズムゲームをさ、ちょっと終わり際にやりたいなと思ってるんだよ。音ゲーができる。やりたいと思って、なんならね、音ゲーがやりたくて。ちょっとやって、今人設定か、まあええわ。さあちょっとやって、十分なスペース取るわ。よっこいっちゃう。ちょっと場所を取ります。あ、これマイクの位置が画面の邪魔だな。ちょっとだけ移動させるから、待ってて。はい、戻った。え、このリズムゲーム音ゲーじゃないの？音ゲーっぽいリズムゲーじゃないの？え、あ、ディアンジョさん、スーパーチャットありがとうございます。バイチバイチ。It's time for Prescars Feeling。 Thank you so much。 読めなかった人だ。よしよしよし、顔がね今日全然動かないかもしれない。で、十分なスペースを取ってください。 OKOK。 当たんない。声が遠くなったかもしんない、ごめんよみんな。でもそういうゲームなんだ。いっちゃ、ウォーミングアップ、こんにちは。リングフィットアドベンチャーにようこそ。あ、 A さん、スーパーチャットありがとうございます。バイチバイチ。ようこそ。はい、これから冒険をしながら楽しくフィットネスでいきましょう。はい、突然ですが、リングフィットとそれで大事なことがあります。それは正しい姿勢で行うことです。同じトレーニングをしているつもりでも、姿勢を間違えると効果半減です。
ではここで正しい姿勢のプロをお呼びしましょう。紹介します。みぶりさんです。こんにちは。あと英語の名前一瞬で読めないというバグあるんだけど、セルレアンリングさん、スーパーチャットありがとうございます。苦しみの時間そっか、ありがとうございます。英語を教えてくれてるのか、ありがとうございます。みぶりさんは正しい姿勢を実演してくれます。はい、正しい姿勢を身につけると、より質の高い効果が期待できますよ。みぶりさんの真似をして効率よくリングフィットレスしていきましょう。はい、まず基本操作を練習してみましょうか。はい、みぶりさんの真似をしてカーソルを上下させてできたを選択してみましょう。はい、いいですね、その調子です。もう一度カーソルを動かす練習をしていきましょう。あ、なるほど、はい。あ、ふみしぐれさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。あ、レンチェリエンさん、スーパーチャットありがとうございます。多分合ってるはず。イブリさん、助かる、草運動いいね、頑張ってとかで、ありがとうございます。基本操作はバッチリですね。はい、リング操作がしづらいときは、スティックと、ボタンでも操作できますよ。なるほど。それであなたにやった運動負荷を決めたいので、いくつか質問させてください。あなたの性別を教えてください。これはですね、モンスターなので無回答です。年齢を教えてください。これもですね、モンスターなので無回答にしたいんですけど、体力の推定にしよう。困ったな。まあ、大体は、みんな永遠の17歳ということなので、ちょっと永遠の17歳でいこうかなと思います。運動は、全然してません。どれくらいハードなフィットネスを求めていますか？ね、ゲーマーとしては本当はガチンコに行きたいけど、運動なので、運動なので、運動なので、でも、しっかり怖いなぁ。そこそこ行きたいけど、そこそこもなぁ。なるおさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。17歳？あ？なんだ？喧嘩か？いや、ガチはね、無理。しっかり。はい、なかなかハードな運動になりますが、頑張る分だけ脂肪燃焼を期待できそうです。かなりハードね。まあ、毎日やるときはそこそこにしようかな。配信だからしっかりだから、これ配信だからだから。なるほどなるほど、あなたのこと分かってきましたよ。じゃ、あなたに言った、運動負荷を設定しました。きつすぎたり楽すぎたりしたら、毎日調整しますので安心してくださいね。次にあなたの体重を教えてください。嫌です。ではとりあえず仮の体重入れておきます。お願いします。体重をもとに消費カロリーを計算しますので、前メニューでいつでも変更してくださいね。次は運動ボードの変更です。ウィングその場でジョギングを行いますが、足踏みの振動が気になればサイレントモードで運動することも可能です。一応ね、通常でいいはずだけど、説明だけ聞かせてください。屈伸運動によって、あー、これ屈伸にしていいか。いや、いいや、大丈夫大丈夫、通常でいいや、通常にしよう。一人でやるときはちょっと屈伸にしようかな。ディアンジョーさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。どんどんでいいや。はい。関西風うどんさん、スーパーチャットありがとうございます。ジトミ頑張れ。あざざす。あなたの押し込む力、引っ張る力に合わせて、フィットネスに最適な、リングコンの力設定を行います。はい。ツナさん、スーパーチャットありがとうございます。リングフィットきたというアーカイブ見ます。ありがとうございます。はじめに押し込む力の測定です。これから表示されるお手本の真似をしましょう。はい。リングコンを両手で持ち、前に向けましょう。はい。全力でリングコンを内側に押し込んでください。あ、これ100いってたやつはすごいんだな。いや、無理無理無理、これ以上無理。あー、きつこれ。はい、もうきつかったよ今の押し込み。え、
ってたやつらすごえわし。オッケー。いや引っ張るの方がね難しいはずなんだよ。全力でリングコン。あ無理だ。あ無理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 。すげえ。マジですげえやつらだったんだな。あなんかさ本当に持ってないと100すごいと思ったけど100以外が弱いのかなって思ったら逆だった。100が最強だった。マジで100が最強だった。よすげえな。エメルさんスーパーチャットありがとうございます。レッドウィンズさんスーパーチャットありがとうございます。パチパチということで、お茶をさ足していい。これお茶いるわ。そんな硬い。いや本当にそうなんだって。クソ硬いこれ。びっくりする。これ100すごい。びっくりした。だって私もうちょい行くかと思ってた。だって結構力ある方だな私って思ってたから。うわ100行くやつすげえや。ちょっとニコニコしちゃった。走り方に合わせて、レッグバンドの設定を行います。はい、軽めのジョギングの設定です。左足の方に、レッグバンドがしっかり巻かれている確認して、巻かれてお手本の真似しましょう。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。はい、その場で軽くジョギングをしてください。こんくらい軽くジョギングはこんくらい OK です。はい、続いては速いジョギング、巻かれてる確認のお手本を。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で早めのジョギングを。あーこれきつい。その動ききつい。それ続かれると終わりだな。なるほどね。これやばいな。やばいな。走り方に合わせたヒットネスで最適なレクワードを設定にしました。はい、前メニューで変更できますよ。はい、お疲れ様です。さあ最後は大事な、ダイナミックストレッチです。運動する前にダイナミックストレッチをおすすめでされるので、ぜひしろでるで。はい、でもちっちゃくて読めない。おいいよいいよ。みぶりさん、みぶりさん聞いていますか。実際にやってみた方が早そうですね。初めは難しいかもしれませんが、みぶりさんの真似をしてやってみましょう。今からダイナミックストレッチを始めます。はい、みぶりさんは鏡に映った自分だと思いましょう。はい、それではミュージックスタート。みぶりさんに合わせて動きましょう。ミュージック3、2、1。はい、膝を交互に。あそれね結構きついんだぞそれ。いいよいいよ。まあまあでもね、ごめん、準備運動してなかったからちょっとやらして。はい、OK です。準備運動してなかったからちょっとやらしてほしい。内くるぶしを。うわあ！リングコンにタッチしましょう。いや待って、体が硬いそれ。くるぶしが上を向くように。おい今なんか一瞬顔映ってたらおもろいな。いや待ってきついこれ。くるぶし。OK です。足上がんねえ。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。え、ちょっと待って。ああはいはいはい。それはね楽。ないように気をつけましょう。あ、そうね。なるほど。そう言われると急に しんどくなる。あ、しんどい。あ、ちょっと体勢低くすると変わっちゃった。なるほどね。はい、OK です。アップダウンはしっかりしないとね、本当に。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。これちょっと気持ちいいんだよな。体が伸ばせるのが気持ちいいよな。あ、でも待って、始まってないんだよね私今。お、運動した気持ちでいるんだけど。待って、やばいなこれ。これもしかしたら地獄が始まるかもしれない。あ、やらかしてるかもしれないな今日。お疲れ様でした。これ未来見えたな、やばいぞこれ。これやばいかもしれん。上ってどうやんだっけ。箱だ。あ、そうか、決定を押さなきゃ。これってさ
好みにしていいんだよね。黒っ。目の色か。あ、肌の色変えてない。よいしょ。さあ行こう。さあ行こう。あ、迷う。どっちもいい声だな。どうしようかな。さあ行こう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 。小麦肌すげえ好きなんだけど、ちょっと配信的にずっと。黒い肌だったら多分ジトビが目が疲れてきて見えねえとか言い出すかもしれないから白くしたなんかさ疲れてくるとさ色わかんなくなってかん。さあ行こう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 。こっちで行こう。ジトビが女性声だから男性で行こうオープニングムービーが5分始まります。ごめん、ちょ、これ、後で見るね。長すぎる。でも大丈夫、筋肉は熱いうちに打て。いや、よくわかんない。モノエと僕ならすぐにたどり着けるよ。えい。そうっすね。はい。ゆっくりが出てるところに向かおう。レベイチ。トラックから放たれていた、こんな紫色のオーラ、覚えてる？覚えてないよ。心の隙間に入るやる持っとる闇のオーラなんだ。はい。だから僕、これ一刻も早くトラックを止めなければいけないんだ。ほう。ごめん、いきなりこんなこと言ってもよくわかんないよね。モノエもまだ不安だと思うけど、僕がしっかりサポートするから安心して。彼氏やん。彼氏づらいやんってコメント見て、あ、確かに彼氏っぽいなと思った。仲良くしような、リング。さあさあ、闇のゲームが始まっちまった。はい、行こう。まあ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 、まだね。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。はいはい、まあ、進んでいきましょう。いや、でもなんかすげえのどかでいい音楽だな、この音楽。あ、かわいい。ういおう、空気砲が撃てるんだ。連打しよう。あ、待って、もうきついかもしれない。あ、なるほど、この動きでもう早いんだ、私。空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。お。お、なんか出た。あ、木箱か。あ、これね、ふくらはぎくんがね、ちょっときついって言ってる。狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。あ、なるほどね。お、扉が見えてきたね。うん、いいよ。あ、なるほど。あ、ちょっと楽しい。運動だから楽しくないかなって思ってたけど、あ、段差があるね。え、どこに？僕を下に向けて押し込んで。あ、本当だ。あ、はいはいはい、オッケー。あ、これ楽しいわ。そう、いいよ。階段は高く上げると登りやすいよ。カス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 。階段嫌いになりそうだった今。よし、綺麗だな。タイミング見ないとこれさ、コインが全部持ってけなそう。
ー、1個取れなかった。俺全部のコイン取りたくなる。オッケー、ゲーマーの差がよな、取り損ねがあるとちょっとイラッとしそう。あ、ちょっと待って、僕を左右に強く引っ張って全部吸い込んじゃおう。やったー、よし、さっすも、さあ進んでいきましょう。オッケー、オッケー、あ、ゴールだった。いい汗かいたね、いい汗かいたね。ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズ。ビクトリーポーズって何？はい、腰を下げてスクワットパワーを貯めて、はいはい、全身を伸ばして、えい、これ楽しい、いいじゃん、このゲーム楽しいかもしれねえ。おう、消費カロリー少な。エビトゥー、少なくなかったら、普段の運動量考えたら全然少なくなったら。いいね、こんなに早くこの世界に馴染むなんてびっくりしちゃったよ。本当あの時はどうなることかと思ったけど、うん、数時間前、リングだ。あ、俺オープニング、え、さっきキャンセルした5分、え、あの、しかもスキップないんですけど、え、連打していい、このタイミングで休憩いられても早いよ。まだ2分30秒しか運動してないんだから。でも、もう。ガッハッハッハ、胸筋が育ってんね。まあこのリングフィットのストーリーが気になる人はね、自分で購入するか、また別の人のリングフィットの実況でご確認いただければと思います。ジトミモノエのところでは、ジトミモノエが運動することを前提に作っておりますので、配信上邪魔だなと思うこの映像はそっとリプさせていただきます。あいつはドラゴ、闇のオーラを放つ。邪魔って言い方失礼だな、邪魔ではない、だからちょっとテンポ上ね、あんな力が残っていたなんて。僕はリング、あいつの放つ闇のオーラはいろんなものを狂わせるんだ。アディアンジョーさん、スーパーチャットありがとうございます。バーチバーチ、夜遅くなってしまいましたが睡眠もと戦っています。ああ、そっちがもう遅いのか、いいんだぞ、ゆっくり寝て。スーパーチャットありがとうございます。バーチバーチ、このまま放っておくと世界が闇のオーラに包まれ大変なことに、大変なことに、もう僕だけの力では。ん？君はここの人間じゃなさそうだね。でも、なかなか出会いとトレーニングは場所を選ばず。結構でかいなお前。僕にちょっと右手をかざしてみてくれないかな。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。
測定しています。お待て、それ恥ずかしいやつだぞ。出さないでください。何を保存したんだ、しかも。いた。これで僕らは一心同体。さあドラゴンを追いかけよう。さあ、え、ももちろん一緒に行ってくれるよね。え、君が運動すればするほど僕らはシンクロし、え、髪の炎が燃え上がるんだ。これからよろしく。それっす、ジドミ設定型になっちゃうんだけど、ミン、ウィンクするとリンって音がする気がしてくる。はい、行かせろ。あれ、さっきレベル1だったのに急にレベル3にするじゃん。まあまあ行きましょう。これ何？もしかして今の赤いやつ当てれた？僕を下に向けて押し込み続けてみて。あ、なるほど。その感じ。オッケー、オッケー。その調子。オッケー。足りないのでやめまーす。え、結構しんどいよそれ。最後まで行くの、どうすればいけるんだ。ちゃんと足踏みすればいいのか、勢いか、もしかして勢い。これさ、この赤いのさ、やっぱり殴れるんだ。オッケー、そうだね、勢いだ。なんかおるな。えい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 。やっぱり現れたね。おお、かわいい。一つ目かわいい。ドラゴが生み出した魔物にはフィットバトルでしか攻撃できないんだ。おお。矢印看板も殴れる、マジ。でも安心していいよ。何を安心すればいいの？フィットバトルなら僕に任せて。お前が一人でやれや。フィットバトルは、はい、いわば運動エネルギーのぶつけ合い。はい、まずは肩慣らしにあいつをやっつけよう。やっつけよう。フィットスキルを使って敵を倒そう。さあスキルを選ぼう。これね、私知ってんだよ。なんか色によってさ、効果があるとかあるとかないとかないとかあるらしいじゃん。なんか持続ターンと攻撃力ってあるな。いや、全部1ターンで攻撃力もあるだな。ならばまだ先ないのかよ。どれやる？さっきこれやってほしいって言ってる人いたな。これにしよう。じゃあしっかり運動するほど、はあはあはあ、あー、なるほどね。座るんだ。置いて座って足を伸ばしてこうか。はい、よし動こう。あー、上がって、これ腹筋。いいよ、これめっちゃ腹筋なんだ。あ、腹筋ですね。
輝いてるよ。やった。よし。ナイス。ゲーム音声に褒められて喜んでしまう。オッケー。これが年齢を取った証拠なんだな。いいよ。はい。その調子。いいよ。はい。よしよし。嘘。すごい。すごい。いいね。いいね。素晴らしい。あ。よし、ペースアップだ。いいね。あ、ペースアップが一番強いよ。いいね。あと5回。その調子。待って、あのカーペットがちょっと硬い。その調子。あと3回。よしよし。よしよし。ラスト1回。オッケー。はい。やりきったね。あ。焦らないで立ち上がろう。暑い。待ってよ。焦らないでって言ったのに。焦らずじゃん。あ、はいぞ。ああ。はい。ヨガマット買おうね、これはね。買おう。はい。ガードしてもハート減る。しっかりガードすれば減る量が少なくできる。なるほど。ちょっと待って。お腹痛い。お腹に力を入れよう。オッケー。こういう感じで。うわ。これしんどいわ。バンザイプッシュやっていい？これがさ、楽だって聞いたんだけど。はい。よし、動こう。だ、全然楽じゃない。何一つ楽じゃなかった。最高。いやー、ここがきつい。キレッキレ。よしよし。いい動き。なんかさ、過去にさ、いいね、あのキレッキレ、あのさ、よしよし、あの昔さ、胸を大きくするやつでさ、ここに力入れるやつあったよね。いいね。その時の感覚がある。あ、死んだわ。ラコがよ。ああ、バレた。これ何？あ、回復。本当だ。看板もやれるじゃん。あ、ちょっと。これ両方できないじゃん。はい。うわ、うわ、急いで走り抜けよう。オッケー。いいよ。オッケー。あ、間違えちゃった。押し込みだったね、ここ。止まってわざわざ打つまではいいよ。あ、階段。はいはい、どうも。スキルを選んで攻撃だ。どれやってほしい？スクワットか椅子か。いや、なんかどっちも同じとこじゃね。スクワット行くか。スクワット。ジョギングもっと速く走れるやつだから頑張れって言われても、そんな最初から頑張りたくない。待って、その体勢で今行くよって言われても困る。はい。足を曲げよう。オッケー。キレッキレ。でもね、私スクワットはね、実は毎日やってるのでそんなきつくない。すごい。もうここきつくないわ。いい。あ、もうちょっと時間かかった。完璧。うん、スクワット辛くない。よしよし、これ毎日やってるから本当に辛くないやつだ。よかった。スクワットがアンチだ。マジでアンチだこれ。よし、いいぞいいぞ。アンチ見つけた。コルゲーム。ペース
攻略がある持続だマジで持続だフランコもしてるよ毎日毎日はやってないごめん嘘ついたサボってますはい完璧だねちょっと待って息を吐きながらお腹に力を入れて OK でやってないこれかちょっとお茶だけ飲ませてもらっていいですかこぼしましたバカかよ口がゆるいいきなりこぼすな OK よいしょゆっくりと動こう。はい。ヨガスキルはゆっくりとポーズを変える運動。あん。ほん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 。はい。やー待ってください。その体勢辛くないですか？はい。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。腰が大きく後ろに反りすぎないようにお、言ったな腰が反りすぎないようになそれが辛いんだぞあよしオッケーお疲れ様はいおお、いっぱいあるんだオッケーもっとゆっくりマジかミスター長押しできなかったやべえコイン取れなかったやり直して後で取りに行こうはいやったね腰を下げて下げて伸ばしてえいビクトリーあでもこれちょっと気になる脈拍見られるのちょっと恥ずかしいけどあ、TGX ラ、ダラさんラバラさんだった気がする。スパチャットありがとうございます。おーい。しっかり脈拍しとるやんけ。おー、いいじゃん。やったレベルアップだ。攻撃力が上がっていく。上がってきたらやっぱり習うより走れたねやだよ、うん、楽しいはずだよはい脈拍綺麗ですねチャンネル登録しましたありがとうございます脈拍で登録されるチャンネルがある初めて知りましたちょっとこの辺はいいやドラゴンのところまで行こう OKあ、お休みする人がいるみたいだ。お休みー。オッケー、ドラコだ。あ、ごめん、水分補給したいのと、膝ちょっと痛いっす。ちょっと曲げ運動させてください。オッケー。こんなもんなら大丈夫かな。オッケーオッケー。綺麗な脈拍って何？わかんないよ。深呼吸して。確かに深呼吸も大事だな。ふぅ。オッケー。出発。これから履歴書に脈拍綺麗って書けるんだよ。マジ。さあ、行こう。長期戦になるかも。なんかない？オッケー。あ、待って、モモが。あれ？あ、オッケーオッケー。
真なんか撮りましたね。すいません。ちょっとリングが近かったみたい。おい、結構上げてんぞ。あともうちょっと。あ、なるほど。この動きか。あー、きつ。あー、きつ。長いわ。オッケー。どうも、ドラゴさん。もも上げが一番しんどかったぞ。トレーニングは継続なり。確かお前の言葉だったよな、リング。なのにお前に閉じ込められたせいですっかり体がなまっちまったよ。なんだ、そいつが次の相棒か。彼女のことはお前には関係ないだろ。いいから僕の話を聞くんだ。やだ、逆張りしたくなっちゃった。お、強い。ぴょん。まあいい、俺のトレーニングを邪魔する者は誰であろうとぶっ潰すだけだ。わーい、やり合おうぜ。さあ、スキルを選ぼう。ちょ、アンチばっかやってもよくないので、とりあえずバンザイプッシュからいくか。バンザイプッシュ。肩幅に開く、両腕を上げる。さあ、行くよ。やばい、もう疲れてきて声が出るか。いや、やっぱきついなこれ。本当に使ってる感じするわ。でもこれが、あ、完璧だね。トリッチー、もっと褒めてくれ、リング君よ。くっ、はい。ランダムがあるってコメント見えた。マジ？あー、シャッフル、シャッフル？え、シャッフル、シャッフル？おお、本当だ、ランダムだ。OK、ゆっくりと、待ってよ。腰を落とす、腕を上げる。OK、ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。膝がつま先より前に出ないように。クソ真面目だからちゃんと鼻から吐いてた。あっち、お、すごい。あ、また万歳プッシュ。はい、さあ行くよ。顎が上がってしまわないように。ああ完璧。ああ、いいぞいいぞ。ああ、すごいぞ。よし。ああ、これ足絶対筋肉痛だよ、ここが。ナイス。いいよ。最高。ああ。素晴らしい。
おいバカ、当たらないで立ち上がろうの意味を何だと思ってるんだお前。あ、見て顔のキャプチャがさ、奇跡的にさホール1入る。見てほら奇跡的に入ってるわ。ここが、でも久々に汗かいてる感じがめっちゃいいかもしれん。正直クソ気持ちいいわ、その汗かいてる感じが。は？岩崎？いやマジ、昨日で友情崩壊して今日でもう一回友情崩壊すんだか。友達じゃねえあいつ。ああ寿司食いて、はい、しっかりと押し込み続けよう。はい、オッケー、スクワット、スクワットきたー、ありがとうスクワット、マジで楽だ、助かる。休憩、めちゃめちゃ休憩を感じる。あー楽だわ。いやなんかコメント今めっちゃ見えるわ。スクワットは甘えな、ふざけんな、継続の力だぞ。オッケーオッケー、ワクワク、オッケー、自分を追い込んでいこう。待って、もうペースアップだろ、もうちょっとやろうよスクワット。よしよし、 あ膝前に出さないとかね、ちゃんとできてるはずだよ。スクワットはそれ意識してやってるわ。あー終わっちゃうんだけどスクワット、行かないでスクワット。あ行っちゃった、最高だったよ。あーラビュー、マジでリング君褒めてくれて好き。ああ！
スーパーショットありがとうございます。パチパチ。ちょ、寿司を買いに行く余裕はねえ。多分もうこの後風呂入ってしゅ、もうやることしかねえ。ああ本来なんち？どこが？はい。ゆっくり倒そう。はい。よし、最後まで倒そう。肩に力を入れすぎないように。あ、でもこれで終わるんじゃね？オッケー。ウィン、あ、ありがとうお金、感謝。はい。地面から、あ、やめて、ビクトリーポーズ。あ、いやでもいける、ビクトリーはいける、いい、いける、天に向かって放射、ビクトリー、ウォー、オッケー、調べようぜ。高いね。いや、まあでもなんか安定はしてんな。なんかね、超適度って感じするよ。これ毎日続けるのがマジでちょうどいいんだなって感じ。あの力が戻っておらんようだな。戻ったんだ。モノエ、これでお前も完全に俺の敵だ。あ、俺だ、敵なんだ。そいつと関わったことを後悔するんだな。毎日リングフィット配信はさ、時間が足らんが、絶対足りんが。でも毎日やりたい。サムネイルが。今回だけ勝負だろ、あいつはどういうことだろう、名前のかけた。はい。やんでよかった。そうですね、それの危険だ。ドラゴンは隣の国に逃げたようで僕らに全て追いかけよう。夜の国、急にエッチじゃん。今日ここまでにして、音ゲーじゃない、リズムゲーやろう。一回座っていい？疲れちゃった。一回座ろう。あ、いそ。んで、お茶飲もう。大丈夫です。はい。おめでとうございます。なかなかハードだったと思います。頑張りましたね。だから疲れたクールダウンに入ります。まずは今日の振り返りをしていきます。汗をかいてから頑張ってる。まず着替えてから行ってくださいね。着替える前にやりましょう。この後風呂に入るので大丈夫です。今日はマジで風呂まで時間計算に入れて行ってるので大丈夫です。ちゃんと入れた。ここ最近そういうのの側で時間計算頑張ったので。へえ、こんなんが、ああ、なるほどね。記念すべき第一歩です。それでは体にストレッチをしましょう。あ、待って、ストレッチ。あ、はい。ストレッチやります。座ってる場合じゃなかったですね。スタティックストレッチを始め、はい、はい、はい。え、だって。あ、はい、行きます。投げちゃった。はい、何ですか？両手を上げ、両手を上げ、左の手首をつかみます。左の手首、こっち。手首を引きながら体を右。ああ、待って、痛い。待って、今一番痛いよ。待って、痛いんだけど、痛い。おい、おい、もうよくないか。おい。体を戻して手、痛がってんだけど。倒します。あ、でもこっち楽。あ、完全に体幹が。無理をしない程度にゆっくり、完全に体幹がさ、片方がたい、
体が柔らかになってるわ。ゆっくり体を戻します。はい。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるように。これはね、楽だよ。左肩の筋肉を。これはね、得意だよ。部活で一生やってたからね。あれ、ジドミ昔ソフトボール部だったって話したっけ。反対側も同じように行います。やってたから。これ腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。これ腰がダメなんだ。なんかソフトボール部だったよ。ソフトボール部だったから。肩大事だからさ、球技って。体の前で手を組みます。はい、お祈りポーズ。手のひらを前に出しながら、伸ばしていきましょう。あ、そういうことね。あ、ひらまげん、ヘッドホンが邪魔です。はい、ゆっくり体を戻します。右足を前にして足を交差します。はい、体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきます。あー痛い。待って、そのままもう少しキープしましょう。あー、ふくらはぎら、ふくらを起こし、足を入れ替えます。反対側も伸ばしていきましょう。あー、ふくらはぎら、ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を行くちゃん。右足を前に出して腰に手を当てます。はい、右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばして。あー、めっちゃ気持ちいい。これ痛え、あって、やりすぎは痛え。オッケー、ここだね。柔軟性が今一つね。そうです。足を入れ替えます。あのね、体育の授業好きだったけど、マットは嫌いだった。わかる。タンパク質を取りましょう。はい、わかりました。あの、鶏肉食べます。ささみ食います。ささみ。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、唐揚げは、唐揚げ作るのがだるいで、作るのが大変なんだよ。寿司も食おう。寿司食いたい。寿司食いたいよ。寿司食いたいよ。寿司食いたくなったよ。痩せたければ食べなきゃいいと思っていませんか。いや、私はあの、食事クソ楽しい派なので、あの、無理です。食わないとか生きていけないので。逆効果かもしれません。あんま、うん、なんかどっちでもいいよ。どっちもできないから私。食わないも食うも無理だから。食べなければ痩せるよね。太りやすくなる可能性も。極端な食事せず体が一時的に飢餓状態になり、体内から栄養を補充しようとして筋肉を分解してます。これに基礎代謝が低下して太りやすくなります。脂肪を溜め込もうとするので少ない食事の脂肪が増えていきます。食事制限するや危険でしかやられながら、トレーニングで健康的に痩せましょう。はい、だから食いすぎやめればええねん。さよなら。いや、アラーム設定しなくていいよ。いやだ。いや、これはいいや。オッケー。よし。ちょっと休憩させてくれよ。頼む。少しだけ休憩させて。6時くらいにお風呂入って、で、私は完璧だと思ってるから、ちょっと休憩しよう。痩せるなら間食増やして1回1回を少なくする方がいい。いや、分かってんだけどさ、晩ご飯にハンバーグとかさ、お昼ご飯にラーメンとか食いたくなるじゃん。そしたらばさ、そう、できんじゃん。いいよ、1日3食でさ、運動する方を取ろうよ。
無理だよ。モデルみたいな、何？人参スティックとかをさ、1日に8回食うとか私にはできない。できないよ。お疲れ様、ありがとう。 AK75 さん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ、褒められるの嬉しい。頑張った後に褒められるの嬉しいから、配信でリングフィットやろうから。あー、しりしよくマジでしりしよくだ。これ終わったらバック行こうぜ。いや意味ないや。あ、褒められる嬉しい、褒められて嬉しい、頑張ろう。ようこそリズムゲームへ。音楽と、リズムコンと筋肉でレッツグルーブ、グルーブコースターやりたい。マットマードさん、スーパーチャットありがとうございます。運動できて偉い、やったー、ありがとうございます。バチバチ。早速プレイする曲を選んでみましょう。はい、おやろいって書いてあるの見えたぜ。今太郎さん、スーパーチャットありがとうございます。スカルペガスさん、スーパーチャットありがとうございます。運動頑張った、偉いということで。なんか今、もう一個の方、スーパーチャットなんか、エロいって書いてあったの見えたぞ、私。なら、毎日読めるわ、エロい。あ？あ？マーさん、スーパーチャットありがとうございます。グッジョブ、やったー、Thank you so much! これ、さ、あ、曲が選べる系？お、雪山。あ、ウィンタースポーツ感あるわ、この曲。すげえ。なんとなくウィンタースポーツってわかるもんな。すごいな。セジャーゴーレスさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。えらい、やった。なんかさ、なんだっけ、ウィンタースポーツのさ、結構取り扱いが強いさ、ショップの名前が出てこなくなっちゃった。アルペンかな。アルペンの CM ってこういう曲流れてるイメージあるわ。あ、SR 湖の主、ノーンスロット。ガー、頑張って偉い。なるほど、ランスロットだからガーなんだ。スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。あ、紫もわかる。夜道。あ、いいな。でもさ、なんかちょっと知ってる曲がいい。これにしようかな。適当当たってる。俺初級からやってっていい？わかんないから。初級からやっていこうと思う。レモネードさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。えらい、嬉しい。ありがとうございます。やっぱさ、人間さ、なんかさ、辛いことやった後は褒められたいよ。私はそう思う。十分な、スペースを取ってプレイしてください。はい。いいよ。モザイクさん、スーパーチャットありがとうございます。はい、あ、触れればいい。ああ、なるほど、はい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 、オッケー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 。カフカさん、スーパーチャットあり、スーパータチョウメンバーありがとうございます。よく刺さってて。なるほど。リズムゲーだな、これ。音ゲーじゃないわ。あー、だだ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 、上記計算、スーパーチャットありがとうございます。え、一番リズムゲーが辛いの？そうだ。プレイバーじゃないの、これ。
来る。アメイジング。レディーゴー。ダン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 。戦闘始まってんだよなこれ。ダン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 。音ゲー普通にやりてー。あ、危ない。ダン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 。あ、なるほどね、こういうゲームか。だんだん分かってきたぞ。ちょっと思ってたんと違うやつだこれ。配信で音ゲーができると思ってたんだけど。あ、でもタイミング合わせるとアメージングになるわ。もしかしてこれタイミングじゃなくて押し込めてるか押し込めてないか。あれ、そう、あ、そういうことだ。え、待って、結構きつい。あ、きつい。待って、草汗かいてるわ。おい、あ、待って、ずれちゃった。え、待って、今手濡れたけど私もしかして汗垂れてる。拭きてー。マジで、あー、ずれちゃった。短い曲探してさ、長級やりたくね。この曲長いからさ。あ、取れちゃった。あ、待って、全然暗すぎて声が出なかった。あー、オッケー、このくらいか。デブユーザー選ぶのきっと録しないにしなきゃいけない。1分50、1分54、3分。あー、懐かしい。これね、リズムに乗ってやらされるんだよ、この曲で。お腹、いや、やめよう。腕、あ、やばい、でもちょっと腕がもうきついからお腹でやろう。
これ1分54秒でしょ、うん、あ、でも結構差あるな。え、お腹足は地獄？お腹もっとえぐい。で、逆に聞くわリスナー、どっちがいい？逆に聞くわ、どっちがいい？聞きますリスナー、どっちがいいんだ？お腹。これでいこう。はい。ごめん、ちょっと待って。OK。あ、膝曲げなくていいのね、オッケー。あ、ちょっと待って、処理。なるほど。なるほど。おい、それなんだ。あ、でも、え、素早く？おい、ジトビがなんかちょっと可愛い動きしてるぞ。おもれ。あ、待って、早い。いや、ちょっときついだ、これ。待って、これどういう動きで左右に行くんだったっけ。はい。あ、待って、左右合ってるこれ。待ってよ、左右ちゃんと動くようにしておきたいんだけど、これってどう動かすんだったっけ。ちょっと反応してない。あ、なるほど、ゲーミングチェアがめちゃめちゃあれに反応してたわ。でも動かないわ。あれ、ちょっと待ってよ、こことかでさ、 OK できるじゃん。傾けるか。 OKOK、 普通に忘れてたわ。じゃあ納得がいかないので、 OK よ、こうね。あ、ごめん、傾けちゃった。レディー、あ、オッケーオッケーオッケー、こうね、オッケー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 。おい、この時喋れねえわ。あ、もう一個あった。2個か。これか、これがきつい。あ、スカッとだった。うわ、バカ。あ、きつい。
これでランクビーってマジ。なるほど。ということで、疲れた。ということでね、いかがでしたか？強い者へのリングフィットでしたけれども、なんか。さんスーパーチャットありがとうございます。バチえらい嬉しい。あと褒められるの嬉しい。よく頑張ったねパパ。パパのコメントちゃんと全部見てたから。見えてたぞパパ。パパ閉じなきゃ。ということでね、いかがでしたかリングフィットアドベンチャー。これさっきも言ったわ。あ、レイゼンさんスーパーちょっとありがとうございます。バーチバーチ。お疲れ様です。運動偉い。ありがとうございます。なんかね、これと散歩を交互くらいにやれたら、自撮り的には運動量が最高なんじゃないかと思ってるので。イェーイ。もう座ってんのがバレる体勢。レモネードさんスーパーちょっとありがとうございます。バーチバーチ。お疲れ様です。ありがとう。なんかでもたまにやりたいなと思う。なんかできれば自分的には継続していきたい。1日おきとか週に2日か3日とかリングフィットやりたいんだけど、まあまあまあ他の配信とのね都合もあれで、ながらとかやりながらねちょっとやって終わる日とかもありそうだから、なんか毎日配信でっていうのはちょっとできないかもしれないけど、お疲れ様です。あ、待って、スパチャの内容から先に読んじゃった。三毛猫さんスパちょっとありがとうございます。バッチバッチ、お疲れ様。めっちゃ頑張ってて偉い。またやってほしい。褒めたゼロ。おーい、普通の配信でも頑張ってるんだ、褒めてくれ。よいしょ。じゃあ終わっか。お風呂入りたいし。ということでね、リングヒットアドベンチャーいかがでしたでしょうか。これ3回目だな言うの。これ朝活でやってんのすごっ。本日ですね、告知をさせてください。本日21時からピカミちゃんのチャンネルで、ボンズサバ再始動第1回のね、あの全員でやるやつがですね行われます。ジャックソンリングさんスーパーちょっとありがとうございます。バチバチ。Hello, thank you for the stream. あ、運動系女子が好きか。お、いいじゃん。運動系女子は魅力的よな。わかる。ということで、21時からですね、ボンサバの再始動が、ボンサバじゃないのか、ボムサバなのか、なんて言えばいいんだろう。ボブジ様の再始動がですね、あります。あのね、あれだけやった、久々のあいつだけ連れてきた。あいつだけいるかなと思って、必要かなと思って、ジトミが前準備で一人じゃないで、あれは一匹か、ぶち込んだので、まあそいつとも会えるのをお楽しみにしてください。ということで、また次回の配信でお会いいたしましょう。お送りいたしましたのは、ボムズ所属個人バーチャル YouTuber ジトミモナエでした。ではでは、おつじとバイバーイ。おつじと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 バイバーイ。おつじ
疲れた。